お聞きしたところ、このダイヤルを開設した先週14日の月曜日から18日金曜日までの5日間で、まあ、速報値ではあるんですけど169件、実にさまざまな相談が寄せられているということであります。まあ、法務省としても引き続きですね、問題の総合的な解決に向けた取り組みに一生懸命推進をしていきたいというふうに考えています。